カルロ・ボルロメオは、16世紀イタリアの聖職者。名は、聖カルロ、聖は、ボロメオ、ボルロメオ、ボルロメウスとも。カトリック対抗宗教改革の推進者の一人で、認知で、教育や事前事業に尽くした。カトリックの聖人で、生命祝日は11月4日。1538年、イタリア北部のアローナで貴族のボルロメオ家に生まれる。 1550年、12歳にして、アローナの大衆動員の生殖力を与えられ、1552年から1559年までに、パビーア大学で法律を学び、博士号を取得した。1559年、母方のおじにあたる教皇ピウス4世が即位したのを、機に、ローマへ招かれ、1560年1月31日に22歳で、ピウス4世により、 通奇教に任命、国務省長官、空席だったミラノ市教区の行政官にもされた。ピュース四世がボードメオをここまで徴用した理由はネポティズムが絡んでいたからだが、ボードメオ本人も、総熟の天才で、人格者かつ自分に厳しく、教会に一心を捧げる人物であることを知っていたからだった。おじの期待に応え対外政策の補佐、トリエント公会議、 第3回期の続行と閉会に尽力、序盤にローネ数期卿と共に、公会議決議の監督、推進を行う委員会に入った。この間1562年の兄の急死に衝撃を受け、自身の派手な生活を厳格に改め、1563年に被災に除解された。1564年にはミラノ大司教となる。公開議で司教の認知教区不在が、 問題になり、それを改めるべく、ボロメイオア自ら規範を示そうとミラノへ赴任、数奇教の地位を捨ててまで、ミラノ大司教区の改革に乗り出した。ただし実際の赴任は1566年で、1565年にピウス四世が死去するまでローマに泊まり、翌1566年にピウス五世の選出後に赴任した。この教皇選挙では、 アレッサンドロ・ファルネーゼ・数ー教と共に、ピウス5世を支持している。ボロメオは、初仕事として、自分の生殖力を投げ打って、新制度と病院建設に使った。これは市民に喜ばれたが、好意生殖者たちからは、歓迎されず、修道会の後期粛清など、教会改革にも反対が多く、1569年10月26日には、 反対派のそもそも研修道会に雇われた司祭が、礼拝堂で祈祷していたボロメオを、ヒナー銃で狙撃した暗殺未遂事件が発生するほどだった。また、スペインとも揉めたことがあり、スペインイタウン新聞がミラノに持ち込まれるのを阻止、市民から絶大な敬愛を受けた。聖母マリアに支えられながら祈るボロメを、ヨハンミヒャル・ロットマイヤーが、オーストリア・ウィーンカールス教会それでも、 熱心に教育と事前事業に一心を捧げ、巡回で絶えず説教したり、教理問答を行ったり、イエズス会を活用して、進学教育を広め、道徳的向上、病人と貧民の救護、異端弾圧に当たった。ミラノ大司教区の各省教区も訪問して、教区会議も頻繁に行い、多くの改革勅令を発布、聖職者の要請のため神学校を開放。 教育施設事前施設、設設を、次々設立した。1576年にミラノがペストの流行に見舞われた時、ボルドメオは危険も出費も顧みず、患者の便利を図り、死者の埋葬が行われるよう尽力した。ペストが猛威を振るう近隣の教区をすべて訪れ、患者に金を援助し必要な物資を配る一方、義務を果たそうとしない、怠慢な者たち、特に聖職者を罰した。 1584年11月4日、46歳でミラノで死去した。トリエント公会議以後のカトリック改革者の中でも結出した人物であり、1610年11月1日に劣勢されるとイタリアドイツにボルドメオへの崇敬が広がり、ミラノではアンブロジウスと並ぶ聖人に称えられた。また、ボルドメオに教育を受けた重帝のフェデリーコ、 ボッドメオも彼と同じ道を歩み、1595年にミラノ大司教に任命されると対抗宗教改革と芸術奨励、事前事業に尽くしていった。後にボッドメオの名を冠した女子修道会がいくつか設立され、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、ポーランドなどで事前事業に献身していった。ABCDEFG キリスト教人名事典、P1518。 abc アットウォーター p140 abcdef シンカトリック大辞典編纂委員会 p50 モンタネッリ p329 p330 p360 プロスペリ p61 p106 p107 モンタネッリ p 百六十 p361 アットウォーター p 百四十 p141 シンカトリック大辞典 P152 プロスペリ P100 ABC アットウォーター P141 エビモントネリ P361 プロスペリ P120 P124 シンカトリック大事典編纂委員会 P50 P51 ありがとうございます